シーズン3つ目のグランドスラム大会、ウィンブルドン、イギリスロンドン、本戦7月1から14日、グラスコートが公式サイトを更新し、女子シングルスに第3シードで出場予定だったアーニャ・サバレンカ、ベラルーシが右肩の怪我を理由に欠場することになったと発表した。サバレンカ選手がウィンブルドン欠場を発表した SNS の投稿はこちら。サバレンカは自身の SNS を通して、 今年のウィンブルドンに出場できないことを皆さんにお伝えしなければならないのは心が痛みますと報告し、準備のためにあらゆることを試しましたが、残念ながら肩の調子がよくありませんと説明した。この大会は私にとって大切なものであり、来年はこれまで以上に強くなって戻ってくることをお約束します。欠場したサバレンカに代わり、予選決勝で敗れたエリカ・アンドレーは、 ロシアがラッキールーザーとして1回戦でエミナベクタスアメリカと対戦することになった。